レミル収容所は南仏ン,ンプロバンス・レミルの強制収容所であり、1939年9月から1942年末までの3年間に、世界38カ国の出身者、約1万人が収容された。抑留者には、マックス・エルンツとハンス・ベルメールなど、ドイツ出身の芸術家、知識人が多かった。フランスに建物として残っている。 唯一の大規模な収容所であり、1983年に歴史的記念物に指定され、2012年に記憶の継承と市民教育のための記念館が設立された。この建物の歴史は3期に大別される。背景で見る収容所はもともとマルセイユの大実業家、エドアール・ラストワンらによって1882年に設立された。 地中海瓦原製造工場協会が建設した、レンガ、屋根瓦原製造工場であり、多くの付属施設を含む4階建ての工場の、敷地面積は46,800平方メートルであった。1938年に生産を中断した後、レ・ミル駅に転用され、1939年8月に、フランス軍に徴用された。国家社会主義ドイツ労働者統制権を逃れて、 ナサリー・シュルメールに集まったドイツ、オーストリアの作家、及びその家族と友人に捧げる記念碑1939年9月1日、ドイツがポーランドに侵攻し、第二次世界大戦が勃発。これを受けて9月3日にフランスと英国がドイツに宣戦線布告。ダラディエ内閣は、すでに1938年11月12日の政令により、 国の安全に対する有害な活動のために追放すべき適正外国人について定めていたが、1939年の改選直後に国防、治安を脅かす恐れのあるすべての個人を収監するという法案を可決し、同年9月5日に17歳から50歳までのドイツ人とオーストリア人の一覧を国家の敵として発表した。この結果、 外人部隊に所属するドイツ人、ユダヤ人、または大敗芸術作品を制作した芸術家としてドイツ国籍を剥奪された者、さらには祖国ドイツにおけるナチズムを逃れてフランスに亡命した反ファシストすら適正外国人として逮捕され、主にフランス南部の収容所に送られた。デミル収容所のほか、アリエージュ県のルベルネ収容所、 ピレネーアトランティック圏のギルス収容所も当初はこのようなフランス政府の強制収容所であった。レミル収容所は第15軍管区に属し、主にこの地域に居住する外国人が収容されたが、この収容所には特に多くの芸術家や知識人が収監された。これは1933年のヒトラー内閣成立後祖国を追われたドイツ人、オーストリア人、 ユダヤ人の多くがこの地域に隠れ住んでいたからであり、例えば、バール県の漁港サナリーシュルメールは、ドイツから亡命した200人以上の文学者、思想家が集まる、避難所であり、テオドールアドルノは、ドイツ文学の首都と称するほどであった。以下は、デミルに収容された、主な芸術家、知識人である。特に芸術家が多かったため、かつてまだ貧しかったピカソ、 モディリアーニラの芸術家が住んでいたモンマルトルに倣って、レミルのモンマルトルと呼ばれた。画家長、王国家、建築家、著述家、音楽家、俳優科学者、歌詞官、約30人を率いる、第156地域連帯第4代隊のシャルル、ゴリュション単位がレミル収容所の所長であった。監視に当たった、兵士約150人は抑留者と同じような扱いを受けた。工場2階の物干し場を兼ねた。 共同寝室は吹きさらしで砂ぼこりが舞い込み、夏は暑く、冬はミストラルが吹き込んだ。ワラブトンには、ノみや、南京虫が寄生し、衛星は海無に近かった。抑留者は朝6時半に天候を受け、レンガ作りに従事させられた。1940年のドイツ軍の侵攻前に解放されたユダヤ系ドイツ人の小説家、劇作カリオン・フォイヒトバンガーは、 米国亡命後の1941年に、で、見る収容所での生活を描いた、フランスの悪魔を発表し、我々の大半がたった一つのこと、すなわち、マルセイユへ行くことだけを考えていたと実感している。マルセイユに逃げ延びることができたら、マルセイユ港から出港して、リスボンに向かうか、ピラニエ山脈を越えて、スペインに向かうか、あるいは他の島々を経由するなどして、 米国へ亡命する可能性が開かれるからである。彼はまた1940年にフランスで出くわした悪魔は我々を迫害することにサディスティックな喜びを感じる盗作した悪魔であったとは思わない。むしろずさんさ、粗骨さ、不寛容体制順応、急兵という悪魔であり、すなわちフランス人がジュイコールマンフーティスムと呼ぶ悪魔であったと思うと書いている。 芸術活動だが、ドイツ軍のフランス侵攻前のこの時期は、規律面ではこれ以後の時期、または他の収容所ほど厳しくなく、ゴリュション大意は抑留者が中庭で礼拝を行うことを許可し、非戦闘員として外人部隊への配属、再配属や夫役を希望する場合は、収容所から解放することもあった。ハンスベルメールはここで、監視や証拠。 欲流者の素描を多く描いており、ゴリュション単位の素描も残っている。ゴリュション単位は、礼拝を許可するだけでなく、むしろ欲流者を励ますために、芸術活動を続けるよう促した。旧河原製造工場のこの建物の地下には、レンガや屋根瓦を焼くための巨大な釜がいくつもあった。彼らはこの空間を文芸サロン、劇場、コンサートホールとして使用した。釜の入り口には、 戦前にベルリンにあったキャバレーの名前にちなんでドイツ語で D 型コンベと書かれていた。サッカー選手は若者のトレーニングを開始し、サッカーは講演会を開催し、ラポムドテールと題する新聞を作った。室内楽団や合唱団、劇団も結成された。楽器には壊れたアコーディオンや空き缶などを使った。擬曲、ラジオイコールミルや白馬亭に手をもじった。 オペレッタ、真っ白ではない馬の宿にて、が、制作、上演された。1938年の夏からレオノーラ・キャリントンと、共にサンマルタン・ダルデシュに住んでいたマックス・エルンストは、1939年10月に、逮捕、収監された。1922年に、エルンストの不法入国を助けて自宅に迎え入れて、以来、芸術活動においても最も親しかった。 ポール・エリュアールがアルベール・サロー内相にエルンストの保釈を求める手紙を書いたために12月末に解放されたが翌40年6月に今度はゲシタポに逮捕されて再びレミル収容所に送られた。彼は収容所で1939年に素描、無国籍者を制作し、同室のハンス・ベルメールと創作、創造の産物を共同制作している。また、 収容所が元レンガ製造工場であり、実際積み重ねられたレンガの中で暮らしていたことから、マックス・エルンツとの肖像をはじめとするベルメールの肖像画の多くにレンガが描かれ、レンガで作られた肖像のように見える。カール・ボデク作とされる壁画、諸国の縁この間に400点以上の作品が制作された。画家、カール・ボデクは素描教室を開いた。 収容所の壁に描かれたフレスコ画は大半がボデクサクとされるが、その多くは監視の食堂に描かれ、後に壁画の間と呼ばれることになった。モデルは他の抑留者であった。ややグロテスクで滑稽な絵が多く、ある元抑留者は彼のおかげで塞ぎの虫を追い払うことができたと語っている。最も大きな壁画は諸国の縁と題する作品で、 7カ国の民族を表す人物が同じ食卓について楽しげに食事をしている。これは、レ・ミルに収容された民族、国籍の多様性を象徴するものである。ボデクは、後にアウシュビッツ強制収容所に送られ、殺害された。レ・ミル、自由の列車約8ヶ月にわたる奇妙な戦争の後、1940年5月10日、ドイツ軍は、オランダ、ベルギー、 ルクセンブルク、ついで、フランスに侵攻した。6月14日に、パリ陥落、6月22日に、独仏休戦協定が締結された。朱色、ドイツ軍の占領地帯、紫色、ビシー政府が統治する自由地域6月21日、詩人、劇作家のバルター・ハーゼン・クレイバーが、バルビツール産契約剤を飲んで、服毒自殺した。 ドイツ軍がレミル収容所を空襲した直後で、皆、差し迫る危険に怯えきっていた。ゴルション大尉は、この時、抑留者2500人を解放する決断を下した。で、ミル駅からバイオンヌに向かう列車に乗せる計画を立てたのである。この定員の2倍以上の乗客を乗せた自由の列車は6月22日にレミル駅を出発し、カルカソンヌ経由で、 バイオンヌに向かった。バイオンヌ港には船が用意されていたが、間もなくドイツ軍が到着するという報告を受けて、急遽内陸部のルルドに引き返した。独仏休戦協定が締結されたのを知ったのは、この時であり、バイオンヌを含む大西洋沿岸部はドイツ軍の占領地域のうちでも禁止地域とされたのである。こうした解放の経緯は、 セバスティアン・グラル監督により1995年に、で、見る、自由の列車として映画化された。ゴリュション単位を演じたのは、ジャンピエール・マリエール、リオン・ホイ・ヒトバンガー役は・ヤクリュディガー・ホーグラー、他にフィリップ・ノワレ、クリスティン・スコット・トーマス、ティッキー・オルガド、フランソワ・ベルレアン、フランソワ・ペローラが出演し、音楽は、アレクサンドル・デスプラである。 独仏休戦協定締結後のこの時期には主に南西部の収容所の抑留者がレミル収容所に移送された。主に国際旅団の元義勇兵及びラインラントップファルツ州ビュルテンベルク、バーデン両方から追放されたユダヤ人であった。1940年11月からはフランス内務省の管轄下におかれ個人、団体、または 国内外の関連組織の助力を得て、合法、非合法を問わず、海外圏、海外領土へ移住するための唯一の通貨収容所となった。このような支援団体の一つが、フランスに居住するユダヤ人や、ハンナチ運動からを米国に疎開させるために、エレノア・アルーズベルトの支援によって結成された緊急救助委員会であり、同委員会により、 マルセイユに派遣された、米国のジャーナリスト、バディアン・フライラであった。彼は、アンドレ・ブルトン、マルセル・デュシャン、バンジャマン・ペレ、マルク・シャガールら2000人以上をに、米国に亡命させることになる。だが、この間にレミル収容所の環境は悪化の一途をたどった。レ・ミルは、ドイツ軍による占領地域ではなく、 ビシー政府が統治する自由地域であったが、ドイツ軍が自由地域の占領を開始する1942年11月11日より、前にすでに、レ・ミル収容所から2000人以上のユダヤ人が、ドランシン収容所や、リブサルト収容所を経由して、ドイツ国内の絶滅収容所に送られた。ビシー政府は自由地域から1万人のユダヤ人を強制収容所に移送することに同意したのである。 8月3日、レ・ミル収容所は閉鎖された。この地域の女性や子供のユダヤ人がレ・ミル収容所に集められ、政治亡命者やフランス軍に従軍した外国人を含む他の抑留者と共に5つの輸送部隊でアウシュビッツに送られた。同年4月に首相に復帰したピエール・ラバルは、対独協力政策を主導し、16歳未満の 子供も強制移送することを提案したが、当初はまだユダヤ人の子供たちを救助団体に引き渡すことができたため、8月10日に5歳から18歳までの70人が解放された。9月以降は通過所となり、最後に残っていた少数の抑留者が12月に移送された。ドイツの収容所のチアウッシュビッツ強制収容所に送られたユダヤ人は約1500人であった。 強制移住の記念物として使用された車両で見る収容所はフランスに現存する唯一の大規模な強制収容所であり、1983年11月3日に歴史的記念物に指定された。2009年2月25日にミシェル・アリヨマリー内相の政令により、で見る収容所に関する記憶の継承と市民教育を目的とする公益非営利団体、で見る収容所財団。 記記憶と教育がが設設、設立ささされ、れらに年に、2012年収容所施設記念館が開設された。国立科学研究センターのアラン・シュラギが同財団の会長に就任し、共産者は元欧州議会議長、諸ア記念館元会長のシモーヌベイユ、ノーベル平和賞を受賞した作家のエディ・ビーゼル、アウシュビッツ強制収容所移送者ともの会。 マルセイユ・プロバンス会長のデュニーズ・トロス・マルテル、および膨大な強制収容所移送者記録名簿を作成し、ナチハンターとしても知られる、歴史学者、弁護士のセルジュ・クラルスフェルトである。シモーヌ・ベェイユは、レ・ミル収容所を訪れ、絵をじっと見つめながら、彼らの苦しみ、さらには、夜と霧の中に消えてしまう前に、これらを描いた彼らの勇気を思い、深い考えに打たれた。 彼らのことを胸に刻み、彼らの最後の作品を守り続けよう。これらは我々へのメッセージなのだからと語っている。2012年9月10日にジャン・マルク・エロー首相とアラン・シュラキ会長により記念館の開館式が行われた。この時、フランス政府はビシー政府の犯罪性を公式に謝罪した。2013年には、レ・ミル収容所財団とエクス・マルセイユ大学による、 ユネスコチア事業として市民教育のための高等教育機関の国際連携組織が結成された。ありがとうございます。